リキャクですね。珍しい名前ですよね、セルキュアク。はい。あり、あ、惜しい。惜しいですね。セルキュアク選手。日本です。はい。ああ、これにつぼ。ちょっとウォーミングアップが、はい。いいですね、あれ。できているというよりか。うん、一気に4決めました。調子分も決めたいところ。うん、どうする？これはファールですね。ファールですね。ドライブ早いですし、あのアシストも、いい視野を持っていると思います。はい、決め切ります。沖縄県仕上げてますね。特徴的な選手です。しっかりと対策取らないとズル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 行かれてしまう。あー、そこ、ここは石田選手決め切りが投げます。決めるか。あー、綺麗に決め切りました。2対7。あー、いいですね。日本橋動き良くなって、先ほどちょっと落としたシーンもあったので。どうなるか、ここは。決めます。あの色って有田。有田が長い手を生かして決めるか、決めました、うん。くれるんで、みんなあの気持ちよくドライブ行けますね。はい。こぼしても拾ってくれるという信頼感でしょう。ああ。高い。ナイスリバウンドです。石田康平。ああ、グッドプレイ。決めました、熊楠。時間帯になってますね。石田康平からあしっかりと決めてくる。熊谷和樹決めます。むしろ7点差。そうですね、うん、スルチョフシープこのブロックが効いてますよね、はい、あこの高さ、あ高さ高い有田するか、有田あいらない、自分でフォロー、自分で拾います。セリ客、セリ客いた、ああやはり高さに肘が入ったかな、鼻血が出てるかな。あ、まあ、島袋さんですよね。確かそうですね、うん、沖縄では馴染みのある、はい、時間帯的には厳しいですね、調子よく。ツーポイント狙うか、ロングツー、これが入るとでかい。おお、はい、残り2点でノックアウト、はい、おお、激しいから石田、そして石田、一瞬からディフェンスのミスが、ね、